我が最強の術の完成は。チュデルキンを甘く見ていたようです。残念ですが、あの実体なき炎の巨人は私の花たちでは破壊できない。防御に徹してもそう長くは持たないでしょう。つまりその間に俺たちがチュデルキン本人を攻撃するしかないってことか。その通りです。10秒どうにかして防ぎます。キリト、ユージ、その間にチュデルキンを撃ってください。だけよ、見苦しいから。なんということ。まあ退屈なショーではあったけれど、それなりに意味のあるデータも少しばかり拾えたわね。イレギュラーの坊や詳細プロパティを参照できないのは、非正規婚姻から発生した未登録ユニットだからかなって思ってたんだけれど、違うわね。あなたあっちから来たのね。向こう側の人間、そうなんでしょ。そうだ。とはいえ俺に与えられた権限レベルはこの世界の人たちと全く同等で、あなたのそれには遠く及ばないんだけどな、アドミニストレーター。いや、クイネラさん。図書室のちびっこがつまらない話をあれこれ吹き込んだようね。それで坊やは一体何をしに私の世界へ転げ落ちてきたのかしら。管理者権限一つ持たずに。権限はなくても知っていることは少しばかりある。へえ。例えば、くだらない昔話には興味ないわよ。なら未来の話はどうだ、クイネラさん。あなたは、そう遠くない未来にあなたの世界を滅ぼす。私が？私の可愛い人形たちを散々痛めつけてくれた坊やじゃなくて、この私が滅ぼすの？そうだ。なぜならあなたの過ちは、ダークテリトリーからの総進行に対抗するために聖号騎士団を作り上げた。いや、作ってしまったこと、それ自体だからだ。いかにもあのちびっこが言いそうなことね。いっそ不憫だわ。そこまでして私を追い落としたいあの子も、うかうかとそれに乗せられた坊やも。お言葉ですが、最高司祭様、
来たるべき闇の軍勢の総進行に現在の聖豪騎士団では抗いきれないとお考えだったのは、騎士長ベルクーリ閣下も副長ファナティオ殿もご同様でした。そしてこの私も、無論我ら騎士団は最後の一騎までも戦い抜き散り果てる覚悟でしたが、しかし最高司祭様には騎士団亡き後、婿の民人を守る手立ては終わりだったのですか。よもやお一人でかの国の大軍勢を滅ぼし尽くせるなどとお考えだったわけではありますまい。クイネラさん、あなたは管理者権限を持つ最高司祭だ。だがいくらあなたでも過去を好き放題編集できるわけじゃない。あなたもまた人の子として生まれ育った一人の人間であるという事実は決して消去できない。人間、人間ね。向こう側からやってきた坊やに言われるとなかなかに複雑なものがあるわね。つまり坊やは自分の方が偉いと言いたいの？アンダーワールド人ごときが生意気なってってことかしら。いやいや、とんでもない。大元のところでは同じ魂を持つ人間であることに違いはない。俺が言ってるのは、あなたも人間である以上完璧な存在ではありえないってことさ。聖護騎士団が反壊した以上、もし今ダークテリトリーの総進行が始まったら人界は滅ぶぞ。あなたがこれまで苦心して維持あるいは停滞させてきたこの世界は容赦ない破壊と暴力にさらされる。それを見た向こう側の者たちはこう思うだろう。今回は失敗だった、また最初からやり直そうってな。さすがに愉快ではないわね。この世界が私の知らない何者かに意のままにされるただの箱庭だなんてはっきり言われるのは。でもそれならあなたたち向こう側の人間たちはどうなのかしら。自分たちの世界がより上位の存在に創造されたものである可能性を常に意識し、世界がリセットされないように上位者の気に入る方向へのみ進むよう努力しているの？そんなはずないわよね。戯れに世界と命を創造していらなくなれば消し去ろうなんて連中だもんね。そんな世界からやってきた坊やに私の選択をどうこう言う権利があって？私はごめんだわ。創造神を気取る連中におもねって存在し続ける許しを請うなんていう惨めな真似は。ちびっこに昔話を聞いたなら坊やは知ってるはずよ。私の存在証明はただ支配することのみにある。その欲求だけが私を動かし私を生かす。この足は踏みしだくためにあるのであって決して膝を屈するためではない。ならばあなたはこのまま人界が蹂躙されるに任せ、民なき国の支配者として名ばかりの玉座で一人滅びの時を待つつもりなのか？私はこのアンダーワールドをリセットさせる気はもちろん、最終負荷実験さえも受け入れるつもりはないのよ。そのための術式はもう完成しているの。喜びなさい。誰よりも最初にあなたたちに見せてあげるから。本当のことを言うとね、騎士団はただのつなぎだったのよ。真に私が求める武力には記憶や感情はおろか、何かを考える力すらもいらない。ただひたすらに目の前の敵をほふり続けるだけの存在であればいい。つまり人間である必要はないの。何を言って。愚かな道化だったけれど、チュデルキンも少しは役に立ったわね。長ったらしいこの術式を最後まで組み上げる時間を作ってくれたんだもの。さあ目覚めなさい、私の忠実なるしもべ、魂なき殺戮者よ。リリースリコレクション。これはまさか、ありえない。
30もの武器に対してこれほど大掛かりな感染支配術を使うなど術の断りに反しています。これこそ私の求めた力、永遠に戦い続ける純粋なる攻撃力。名前はソウムーン、ソードゴーレムとでもしておきましょうか。剣の自動人形。さあ戦いなさいゴーレム、お前の敵を滅ぼすために。Ah!
よく使えるお人形だったのに壊さなきゃいけないなんて。さあ、反逆の騎士アリスを殲滅なさい。アリス、ここまでと。あれは私たちに勝てる相手では。大丈夫だ、俺たち3人なら勝てるはずだ。ああ、行くよ、みんな。これは…その探検を使うのよ。誰ですか。あなたたちの味方よ。早く探検を床の昇降板に刺しなさい。ですが、このままでは二人が。時間は私が稼ぐから、急いで。最後に一緒に戦えて嬉しい。かも、頑固者、任を解き、労をねぎらい、お前の好きな本棚の片隅で望むように生きよと言うたじゃろうに。キリト、この方は一体。名前はカーディナル。200年前にアドミンストレーターと戦い追放された、もう一人の最高司祭だ。大丈夫、味方だよ。俺と勇士を助けてここまで導いてくれた人だ。この世界のことを心から愛し、また憂いている。カーディナル、あれがシャーロットの真の姿だったのか。彼女は俺たちを救ってくれた。俺たちのために自分を犠牲にしたんだ。なぜ、なんでそんなことが。彼女はもう50年も生きておった。その間ずっとわしと語らい、多くの人間たちを見守ってきたのじゃ。お主に張り付いてからでも早2年。それほどの時を共に過ごせば、たとえフラクトライトを持たずとも、たとえその知性の本質が入力と出力データの蓄積に過ぎなくとも、そこに真実の心が宿ることだってあるのじゃ。そう、時として愛すらも、貴様には永遠に理解できぬことであろうがな、アドミニストレーター。虚ろなるものよ。来ると思ったわ。その坊やたちをいじめていれば、いつかはカビ臭い穴蔵から出てくると思ってた。それがお前の限界ね、おちびさん。私に対抗するための手駒を仕立てておきながら、それを駒として使い捨てることもできないなんて、まったくどしがたいわね、人間というものは。ふん、しばらく見ぬうちに、貴様こそ随分と人間の真似が上手くなったものじゃな。200年の間ずっと鏡を相手に笑う練習でもしておったのか。あら、そういうおちびさんこそ、そのおかしな喋り方は何のつもりなのかしら。200年前、私の前に連れてこられた時は心細そうに震えていたのに。ねえ、リセリスちゃん。この場所のアドレスを切り離したな。200年前、
あと一息で殺せるというところでお前を取り逃がしたのは確かに私の失点だったわ。あのカビ臭い穴蔵を非連続アドレスに設置したのは私自身だものね。だからね、私はその失敗から学ぶことにしたの。いつかお前を誘い出せたら今度はこっち側に閉じ込めてあげようって。ネズミを狩る猫のいる檻にね。つまり貴様自身もこの場所に完全に囚われたということじゃ。そしてこの状況ではどちらの陣営が猫でどちらがネズミなのかは確定しておらぬと思うが、何せ我々は4人、そして貴様は1人。この若者たちを侮っておるのならそれは大いなる過ちじゃぞ。4人対1人？いいえ、その計算はちょっとだけ間違ってるわね。正しくは4人対300人なのよ。私を加えなくてもね。何？4人対300人？貴様、貴様、なんという非道な真似を。貴様は統治者じゃろうが、その剣人形に変えた者たちは本来貴様が守るべき民ではないのか。民？民って人間？人だというのですか、あの怪物が。ご名答、やっと気づいてくれたのね。私は支配者よ。私の意志のままに支配されるべきものが下界に存在していればそれでいいの。たとえその形が人だろうと剣だろうと、それは大した問題じゃないわ。貴様。あら、揃って黙り込んじゃってどうしたの。大体これはあくまでプロトタイプなのよね。いやったらしい負荷実験に対抗するための完成形を量産するにはざっと半分くらいは必要かなって感じだわ。半分とは？半分は半分よ。人界に存在する約8万のヒューマンユニットの半分、4万ユニット、それだけあれば足りるんじゃないかしら。ダークテリトリーの進行を退けて向こう側に攻め込むのにね。どう？これで満足したかしら、アリスちゃん。あなたの大事な人界はちゃんと守られるわよ。最高司祭様、もはやあなたに人の言葉は届かない。故に神聖術師として尋ねます。その人形を作っている30本の剣、その所有者は一体どこにいるのです。ソードゴーレムを構成する一本一本の剣が記憶解放によって動いているのであれば、剣とその主の間に強固な絆が必要となる。私とこの金木星の剣、他の騎士たちとその神器、あるいはキリト、ユージオと彼らの剣のように、主は剣を愛し、また愛されなくてはならないはずです。答えは坊やたちの目の前にあるわ。ユージオにはもう分かってるはずよ。ユージは何に気づいたんだ。聞いた、あの天井にはめ込まれている水晶、あれはただの飾りじゃないんだ。あれはきっと聖護騎士たちから奪われた記憶のかけらなんだ。なっ、それはつまり騎士から奪われた記憶、それ自体も独立した思考力を持っているということにならないか。おのれクイネラ、貴様は、貴様はどこまで人をもてあそぶつもりなのじゃ。あら、さすがと言ってあげるべきかしらね。おちびさん、聞かせてくれるかしら、あなたの回答を。フラクトライトの共通パターン、そういうことじゃろ。シンセサイズの秘技で抜き取った記憶ピースを新たなライトキューブにロードした精神原型に挿入すれば、それを疑似的な人間ユニットとして扱うことは可能じゃ。しかしその知性は極めて限定され、
ほとんど本能的衝動しか持たぬ存在となるじゃろうから、とても武装完全支配術などという高度なコマンドを行使することはできん。つまり天井で輝く水晶は最愛の誰かの記憶を与えられた赤ん坊ということなのか。じゃがその制限にも抜け道はある。それはつまりフラクトライト原型に挿入した記憶ピースとリンクする武器の構成情報が限りなく共通するパターンを持っている場合じゃ。具体的には聖号騎士たちから奪った記憶に刻まれた最愛の人間自身をリソースとして剣を作った、そういうことじゃな。アドミニストレーターよ。